さあ続きをやっていくよもう部屋も汚いし、こう机の上も汚いし、いろいろね忙しくてね、もう何もまともにはにゃはにゃと、さあやっていこう、作っていくよ。とりあえず今度はフロントリアの部分はね作ったんで、フロントのね部分をねやっていこうかしらと思いますと、こんな感じかな。でこれをここに置くよと。で置きながらのこの辺のホースもハニャハニャするみたいだけど、よくわかんねえな、どうもホースの数が違うんだけど、いいのか、間違えてつけてはないんだけど、こうやって見た時にさ、このホースが2本出てるんだけど、あ、いいのか、あ、なるほどね、このこっち側の2本はこっちで、この2本はこっちに入るよという感じですね。ということでここはこういうふうにつくよと。なるほどね、難しい、まあいいや、とりあえずやるだけやっちゃおう。でこれをつけるのに対してもここの裏面削って、ここ接着しないといけないな、しまったな、しゃあね、ちょっと1枚落としますか。いやいや今気づいたわ、まあ裏面だから見えなくなっちゃうしね、まあ問題ないかな、削りまくっちゃっても、まあって言っても適当に1枚落とすだけで真っ平らにする必要まではないから、こんなもんでいいか。でこれを今の表面にこうドンと置くよと。置くにしても流し込みが現状では使えないから、せめてちょっとでも乾きの早いこいつにするか、こいつね、混ぜたやつね。ナベさん何混ぜてやるのそれって気になる方は今までのナベさんの動画見てもらえると裏技がわかるね。白いやつとはね、黄緑のやつをね1対1で割ったやつね。よし、これでくっついた、くっつきが早いんで、流し込みがね、流し込めない、あ、流し込めそうだな、ここから流し込んでみようかな。なんか外で鳥が鳴きまくっとるな、ピー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 言っとる。でそうしたら今度この浮いてくるね、浮いてくる、浮いてくるのはしょうがないな。この2本は下に行って、多分ホースが硬いから上に起き上がってきちゃうんだよね。この2本はこの中に、中のどこに入れるのかよくわかんないんだけど、でちょっとまだ押さえながらやりますかね。ホースはここに差し込む。すみません、カメラ映ってなかったら申し訳ないですね、すみません、結構必死でございまして、いろいろやることでいっぱいすぎて、プラモも最近まともにこうまとめて作れない感じに、これでこんな感じでいいのかな。だけどこれ多分くっつけない方がいいんじゃないのかな、ボンネットくっつけた時に多分これの位置がどうのこうのしてくるんじゃないのかな、今思った。まあいいか、まあちょっと中ぶらりんな感じにしておきますか。少し今くっつけちゃったけど、まあ多分取ろうと思えば取れるからね。でこの辺のこういうパーツもつけないといけないみたいだから、なかなかちょっと大変だな。こうか、ここでこうやって支えてくれれば一番うまくスマートじゃないかな。パチンと入らない？いや入るはず。入らないと、入った入った入った。OK、入らないと話にならなかった。これでちょうどついでに固定されたわ。まあちょうどよかった。まあ接着剤いらないか。結構きつめた感じがするから。すみませんね、ちょっと遠かったね。すみませんね。いやこれ以上でもねカメラ近づけると今度他の作業が。でこの接着剤、これこそこいつで止めないといけないかな。あ、でも流し込みでくっつくか。こんな感じで
流し込んでこう。えい。えいと、OK。こんなもんじゃいいでしょ。よし、OK。まあね、いつも言うけど、こうブイブイして遊ぶわけじゃないからね。で、ハンドル、ブラブラだね。ハンドルを、ここから、こう通しての、おっとっと、ちょっと待てい。フロントのメーターパネルをつけないといけないから、まだでもちょっとタンクとかつけない。こちらですね。これをここにつける。そう、なんかつけるものつけておかないと、後でね、あのダッシュボードが邪魔でつけれませんでしたというと悲しいからね。こんな感じで。いやー、でも本当あれだな、こういう時にね、動画で鍋さん顔出ししないじゃないですか、オープニングっていうかプラモの紹介の時とかね、そんな俺の顔なんか見たかねえよっていうね方ね、たくさんいらっしゃると思うんで、まあそれはいいとして、どっちかっていうとね、本当に自分の都合であまり顔がね、今なんか本当にちょっと頭ボッサボサというか、頭ボサボサや、今頭ぺちゃんこになってんだよね。髪の毛伸びてきたから髪切らないといけないな。なかなかちょっと切りに行く暇もなく、予約したいけど本当に予約したその時行けるかなみたいな感じになっちゃうから。ウォッシャータンクね。ウォッシャータンクも、ウォッシャータンク変なとこについてんな。これどうやってやろうっていうか、やるけど先にこれつけるべきだったな。ウォッシャータンクこんなとこについてんだよ。入れにくそう。ウォッシャー液。ただ思うんだけど、レース用の車ってウォッシャータンクついてんのかな、本当に。まあ、ね、ついてるからこうなってるんだろうけど。すげえやりづらい。向き変わっちゃって。よいしょ。ねえ、なんか、ウォッシャータンクはついてるイメージがないんだよな。はまんない、はまんない。ちょっとこんなところでもたつきたくないんだけど。このとんがってるのが逆にやりづらいのかもしれない。すいませんね、ちょっとカメラ遠いね。申し訳ないね。すいませんね。あ、やりや、あ、オッケー。このまま指で押さえた。指。はにゃにゃにゃ。すいません、ちょっとすいませんね、カメラ映ってなくて、しかもなんかちっちゃくて、すいません、ほんと申し訳ない。こんな感じでこれでここに流し込み、よし、 OK。 よし、 OK。 これでいいかな。ウォッシャータンクのキャップぐらい黒く塗った方がかっこよくはよかったかな。まあでも本当は黒じゃなかったとか言ったら嫌だし、まあ今回ね、特に本当に説明書通りにやってるから。で K の17、 K の17はどこ、これか。説明書通りやっている分ね、本当に説明書通りにやるとこんな感じになりますよっていうね、皆さんにお知らせできると思うので。ああそうか、説明書通りになるとそうなっちゃうのか。でも実物ってそうじゃないよねって言ってさ、なるとさ、やっぱりね、そこはちょっと皆さんが組み立てるときに、ね、鍋さんの失敗が皆さんの成功のもとになればいいかしらと思いますんで。まあただね、このキットはね、提供いただいているキットなんでね、まあできるだけね綺麗に作りたいなと思うんですけど、まあ説明書通りに逆に説明書通りに綺麗に作っていけばいいかしらとも思うんでね。よしよし、 OK。 でこれをつけますよと。つけますよ、向きはこの向き。いや違う、あ、削っちゃかんかった今のところ。ああ間違えちゃって、まあいいや。
もう一個ついてるからもう一個使ってもいいんだけど、まあいいか、別に大丈夫だな。ここ落としてのプラモの上で置くなって削るなって感じだよね。大丈夫、ふーって吹けば取れるから。ふーって吹いて取れるものがプラモデルだったらちょっと辛いけど、このままこれをどこにつけるの、これ一番奥、あーそこね、バッテリーの隣ぐらい。これ一体何だろうね、わからない、はまらない、はまうん、これ以上奥に行かないんだ。でここで、ああこれじゃない、流し込み、普通の黄緑の方、これを流し込んでおけばこれでくっつくでしょ。さっきパッキンが落ちたんだよな、このパッキンがもうポロポロ落ちる、嫌だな、これで鬱陶しい。結構邪魔くさいよね、このパッキンがポロポロ落ちるのね。ほんで、ほんでってなんだ、ほんで、それで、日本語、それで、それでどうすればいいんですか。それでメーターをつけますよと。前回作ったメーターを作るんだけど、つけるんだけど、これをこれ逆向きか、こっち向きか、こうか、なるほど。ここに切りかけっていうか、こうね、案内があったわ。ちょっとカメラだと見えづらいかな。ここにさ、こうなってるじゃん、鍵穴、これをここにつけて、ここにパチンとはめて、そうするとこれで位置がしっかり決まるから、これを接着するよという感じですね。暑いな、エアコンつけたら。なんかなかなかあれだね、季節あったかいままだね。まあ鍋さんにとってはね、すごく幸せなことなんだけどね、本当に寒いの苦手だからさ。これ不思議なことにあれなんだね、ハンドル傾いてんだね。こんなこと気にしてやることなかったな。ね、見て、こうハンドル傾いてるでしょ。もうね、下のね、台座の部分からもうそうなってるってことはそういうことなんだよね。正面を向くような風になってるんだろうね、多分ね。そして全然くっつかないよっていうオチだね。チキショなんてことや、くっつかないんだよ。平らじゃないからかな、溶けくっついてくれないと困るんだけど、溶けくっつかない。全然くっつかないんですけど、ああ全然くっつく要素がない。もう、ああもう勘弁して。もっとベトベトにくっつけないとダメだ。チョンとしか流れてなかった。これはいかん。ちょっと皆さんね、もし作られる場合がありましたら、ここちゃんと削り落としてね、平らにしてあげた方がいいかもしれないです。まあそうじゃなければ、鍋さんみたいにこうね、流し込みをダラダラに流し込んで、まあ特に下から入れちゃえば表の方には見えないと思うんで、こんな感じでいいかな。そう、あれだから溶けくっつきやすいんですよね。何だっけ、溶着するような感じになるんでね、溶けくっつくよ。しょ、 OK、 ハンドルつくとまたかっこいいね。でこれをここの穴に通して、ハンドル後付けの方がいいのかな。こいつどこに引っ掛けるんだ、こうか、なるほどね。ハンドル後付けの方が良かったな。うわ、動く。
なかなか難しいわ。あっほら落ちた。重さで。いやダメだな、ハンドルも後付けの方がいいわ。なんか俺なかなかここまで来るといきなりなんかちょっと吸気との悪さが見えてくるな。愛がやっぱりね多少は悪いかな。まあただそれはね、ナレさんが下手っぴなだけかなとも思うんだけど。あ、これこの感じ、この感じ OK です。でこれで多分放置しておけばくっつく。ほんでハンドルをまだね、あーダメだ、全然ダメだ、弱い。ちょっとこのまま放置した方がいいな。少しくっつける方向で考えて、今ちょっとしっかり触ってしまうとやらかしそうな気がする。ああこいつも干渉してたのか。やっぱりこのまま続けよう。でこのハンドルをこう入れてここの穴に、あカメラ映ってる、映ってねえじゃんか、すみません申し訳ない、ちょっと申し訳ない。 この辺ね、この辺でやればまだいいかな。こいつをねこのハンドルのあのタイヤのところにつながるところに入れるといいよ。マジ無事、なんせこいつがまだしっかりくっついてないとダメだ。ちょっとこの重みで落ちてくる、やめよう。ちょっと待って、一旦ちょっと こいつやめておいてカメラ止めますね。もうちょっとこれダメだ、これ固まるの待ってたらねえ夕飯になっちまうわ。ほんとしっかり流し込み入れておいて、ここねで固まらせよう。中がリアルでいいけどさ、細かくて。だけどちょっとねこうどん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 上乗せしていくパーツが結構多いっていうのもなかなかこれはこれで大変だわ。もうちょっと下でもいいような気がするな、削り込んじゃってもいいような気が。この下もちゃんと流し込んでつけておこう。いやーもう年末に近づいてあれだね、皆さん大掃除とかやらないといけないね。お前だろっつってね言われそうだけど、いやーほんともう部屋が汚いんで大掃除をしないといけない。どうこんな感じかっこいい。ポルシェってシンプルだからね、全体的にね、何を見ても新しい車にしてもそこそこシンプルで、なんかこうなかなか譲らないシンプルなデザインさっていうのが、まあそれはそれで結構好きなんだけどね。今の時間どう？ああでもなんだかんだいい時間になってきちゃったね。まあでもこっからまだちょっと固まらないとうまく作業ができないから、ちょっともうちょっとだけねこれ隠れてこそこそやっておきたいんで、数があるんでちょっとこれだけ皆さんにちゃんとお見せしてから今日はこの辺にしようかなと思います。ねまずはガンダムの下敷きを用意すると。で、まあ、以前もちょっとねエッチングパーツ切り出す時にねお知らせというか、まあ、お見せしたんですけれど、まあ、このね例えば今回6番を使いますよということで、で特に今塗装の指示がないので、まあ、このままやっちゃうんですけれど、6番がこんだけいっぱいついてるんで、まあ、1個だけお見せしてよしにしますかね。エッチングパーツを切るときはねカッターナイフをよく切れるような状態にしておいて、こうやってブチッと切ってあげましょう。結構これが切れない刃だったりするとエッチングパーツが曲がっちゃうんでね、それでもやっぱり曲がるんで、もうこの4箇所切ったらもう十分 刃先がもう結構こうボコッとへこむんだよね、見えるかな。だからもうすぐに新しいのに変えちゃう。でここのね削ったこの部分っていうか切った部分っていうのはすごく鋭利になってるので、まあねもちろん手を切らないようにねするのも大前提なんですけれど、このあとこうねちょっとこうペーパーでこすってあげるとここのモールドが取れるので、まあペーパーヤスリ今800番当ててるんですけれど、これでも落ちないよとか思ったらもうダイヤモンドヤスリとかそっち系をね使ってあげるといいと思います。だけどあんまり目の粗いやつでやってしまうとエッチングパーツを引っ掛けるだけになってしまうので、削るというよりなので、その時には目の細かいねダイヤモンドヤスリとか
の方がいいと思います。まあね、エッチングパーツで柔らかいのでね、鉄ヤスリでもいいんですけどね、焼きが入ってるから。よし、 OK。 こんな感じでこうやって、ほんでこうやってやってるとさ、手切ったりするんだ。本当に危ないからね、気をつけましょうね。でこれをじゃあどうすんのって、次ねここにつけます。ここにこう中にこうやって入れるみたいだね。こんな感じだけど、まあこの状態だともちろん入らないので、入るようにしましょう。でベトベトにね、あの接着剤塗ってもね意味がないので、裏表どっちだ、今こっちか、こっちににまあデコプリさんでちょっとこう、ちょっとこう薄くこうちょっとこう塗っておいてあげるぐらいでいいです。ベチャっと塗ってしまうとね、漏れちゃうんでかっこ悪いんでね、まあ、ちょっと塗って、そうしたらここにこう落としてあげる。ほんで気になるところがあったら、あの綿棒で取ってあげるなりしてあげるか、まあ問題ないんじゃないかしらと思います。入れ入れ、入ったね、こんな感じで、ちょっと今見ての通りこう飛び出てるんで、ここをあの綿棒でねこうやって取っていきましょう。綿棒じゃなくてもなんかで取れるって言ってたのは、まあ自分綿棒で取っちゃうからまあいいんだけどね、エナメル溶剤で拭き取れるみたいなこともねちょっと聞いた覚えがあるんで、こんな感じです。このエッチングパーツがね入ってないとこんなイメージになりますよと。まあお好みって感じもするけどね。ラジエーター、よし、これをね今からあと裏も含めて4箇所あるんでしっかり固めてあげたいんでね、この辺にしておきますか。でまだねここからどん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 組み立てていくんですけれど、まだ実はトップコートが全て終わってないので、ある程度組んでしまうと休憩に入るかなと思いますけど、まだちょっとね先がねシートベルト作ったりハニャハニャいろいろありますんで、とりあえずは今日はこの辺にさせてもらおうかなと思います。よし、そうだね、サムネ用の画像こんな感じです。これでいい？わかんねえ、すんません。よし、じゃあ今日はこの辺にねさせてもらおうかなと思います。またねしっかり乾いたら進めていこう。よし、ではまた。